服部トリは、関西テレビ編成局アナウンス部所属のアナウンサー。埼玉県埼玉市の出身で、世の東中学校、早稲田大学本場高等学院を経て、早稲田大学へ進学。中学校時代までは野球部、高校時代にはバドミントン部で活動していた。大学時代には、タッチフットボールサークルリバイアさんに所属する傍ら、東京ドームで、 ボールボーイのアルバイトについていた。タッチフットボールの全国大会ではチームを準優勝に導いた。ちなみに、成田亮は中学校時代の同級生である。大学卒業後の2016年4月1日付でアナウンサーとして関西テレビに入社した。同局による男性アナウンサーの採用は2014年の石田。 和弘以来2年ぶりで、新卒扱いでの採用は2012年の新見明、平以来4年ぶりである。関西テレビへの入社後は、石田と同じスポーツアナウンサーを志す一方で、1年目から日本一部細工のアナウンサーを自称。日本シリーズテレビ中継の実況や、競馬中継における三冠馬誕生の瞬間の実況を目標に挙げながら、 スポーツ中継やスポーツ関連の番組で経験を積んでいる。入社2年目の2017年には春の高校バレー、奈良県予選中継での実況が高く評価されたことから FNS アナウンス大賞で新人奨励賞を受賞した。2018年4月から3年間は報道ランナーで主に週後半のスポーツキャスターを担当。 同年5月31日に関西ローカルで放送された阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス戦中継でプロ野球実況のデビューを果たすと翌6月からおよそ1ヶ月にわたって開催された FIFA ワールドカップでは報道ランナー向けの中継リポーターとして開催国のロシアへ派遣されていた2021年からは CS 放送やダゾーンで オリックスバファローズの中継も担当。4月22日の埼玉西部ライオンズ戦では9回、西から3点差をひっくり返す、サヨナラ勝利の実況を担当した。また地上波では、本拠地開幕となる4月1日の福岡ソフトバンクホークス戦での山本吉信投手の完封勝利、4月20日の17安打11得点の試合を試合を実況するなど、 オリックスファンにとって印象深い試合を多く実況をしている。また阪神タイガースの藤波慎太郎投手との進行があり、自身1450日ぶりとなる甲子園での勝利投手のヒーローインタビューを担当。後日藤波からヒーローインタビュー共演記念と書かれたサインボールが郵送されてきたことをインスタグラムで明かしている。なお、勤務する関西テレビは、 テレビ単営局だが、2021年3月30日の未明からラジオ大阪で毎週か、水曜日の未明に放送中のカンテラのパーソナリティ人にも名を連ねている。実家でトイプードルを飼うほどの犬好きで、大学時代までは実家で暮らしていた。関西テレビ入社後の2017年には R-1 グランプリの予選に出場。 一回戦を突破したが、二回戦で敗退したため、準々決勝の東京大会では、前年度覇者のハリウッドザコ師シ匠シと共に、YouTube 公式配信動画の進行役を務めた。2018年にも、三回戦への進出を目標に、予選に参加、二年連続で一回戦を突破したが、二回戦で敗退した。大のアニメ好き。競馬を題材としたアニメ。 ウマ娘プリティーダービーと関西テレビとのコラボレーション動画では OB e の杉本清と先輩の吉原貢献と共に上田瞳、前田香織と対談、アニメの魅力を熱く語ったザウの名は破竹の勢い。ありがとうございます。